どうもースーキーマンです。よろしくお願いします。いやほら、俺はさ、いずれ海外で生活するじゃない。いや、そう今聞いたよ。なんかそうなった時にやらなきゃいけないのがハロウィン。いやいや、他にもやることいっぱいじゃないの。だからもう先にやっておこうと思って、この間べっこ飴たくさん買ったわ。なになになに、どういうことそれ。いや、だから家に来た子供に配るんでしょうよ。ああ、なるほどね。いやでもさ、今の日本でさ、お菓子もらいに行くこう文化っていうのはまだそんなに浸透してないんじゃないの。何何、ハロウィンを広めるために神道を立ち上げる。すげえよ。すごい。なんだよ、ナポレオンみたい。ナポレオンみたいで神道じゃねえよ、神道だよ。お菓子もらいに行くのはまだそんなに広まってないでしょ。あら、そうなの。しかも何、べっこ飴、地味だな。お前、子供たちがさ、家来てトリコアトリートっつって、お前べっこ飴出てきたらさ、全然。今何て言ったの。トリコアトリート。何それ、ハロウィン神道のマニフェスト。何それ、斬新、奇抜、新進気鋭。何言ってんだよ。ちげえよお前、おかしくないかいたずらするぞっていう、お前ハロウィンの合言葉でしょうよ。何、ちょっと待ってよ、ハロウィンって何、そんな脅迫のもとに行われてたの。いや、脅迫はしてないよ。怖い。なんだよ、いたずら怖い。怖がってんじゃない。あれ何、お菓子あげれば別に大丈夫だから、だから別個飴だったらあんまり子供たち喜ばないんじゃないのってことよ。じゃあちょっと待って、じゃあ別個飴にせんべい1枚付け足したら子供たちは喜んで。くれねえよ、なんかそれも地味だろうよ。ってことはいたずらをさね。ねえよ。なんでだよ。じゃあさ、別個飴にせんべい1枚と大福付け足したら子供たちは喜んで。くれねえよ。ってことはいたずらをされねえよ。なんでだ。何その話。じゃあさ、別個飴にせんべい1枚と大福とところてん付けたら子供たちは喜んで。くれねえよ。ってことはいたずら。なんでだよ。なんだよ、さっきから本当に。なんだよ。いや、お菓子の組み合わせだんだんおばあちゃんちみたいになってってんじゃねえかよ。しかもね、ところてん、お菓子じゃねえだろ、あれ。どう考えたって。だってあれさ、プチって足してちょっと楽しそうじゃん。手びちゃびちゃになっちゃうじゃねえかよ、お前。なんかお前んち子供かわいそうなってきた、だんだん。じゃあ来てみれば。あ、どう。あ、今日はハロウィンだからパンプキンパイをたくさん用意したの。ちゃんと用意できてんじゃねえか。来るかな、来るかな。ピンポン。あ、来た。ガチャ。あー、アクアトリート。米助さん。なんで米助来んの、お前。どうしよう、晩ご飯ところてんしか用意しない。なんでバンバンはところてんなってんだ、お前。隣のバンバンじゃねえよ、ハロウィン。ハロウィン神道の代表さん。ちげえよ。僕ね、時間制と指示しちゃってるんですよね。前に言ったやつだろ、もういいよ。トリックオアトリート。え、何、トリックアートに。なんでトリックアートに。飛び出した。飛び出してねえよ。なんでトリックアートこの電気屋さんに行くんだよ。トリックアートリート、おかしくなきゃいたずらするぞ、お前。いいよ。あ、今日はいたずらな気持ちになってきた。どういうことだよ。なんだよ、気持ちはいいよ、お前。さあ、いや、さあじゃねえよ。言い振り回せ。ちげえよ、ちゃんとやれよ、お前。つうかもういいよ、やんなくて。全然ハロウィンできてねえじゃねえかよ。いやでもさ、考えてみたらさ、もう当日、いたずらの方が楽しみになってきちゃった。楽しみ方変わってんじゃねえかよ。もういいよ。どうも、ありがとうございました。